囲碁のルール、囲碁のルールについて、以下に記す。基本的なルールは、長い歴史の中でも変わっていないが、トラブルが少なくなるように、また、ゲームとして、楽しめるように細かな改良が続けられてきた。だが大部分はほぼ普遍で、囲碁が、ボードゲームとして完成されていることを表している。現在では大きく分けて、日本ルールと中国ルールの2系統が主流である。 どちらを用いてもほとんどの場合勝敗や戦略には変わりがない。以下では日本ルールを説明する。個々の概念の詳細は外部リンクを参照されたい。まず、囲碁においては審議則が重要となる。日本囲碁規約にもこの規約は対局者の良識と相互信頼の精神に基づいて運用されなければならない。とある。とりわけゲームの特性上。 終局処理に両者の合意が数多く必要とされる以後においては、円滑に対局を行う上で必要不可欠である。近年、ネット語で対局者がお互いと区名である場合も多いが、そのような状況では、新義足はより重要である。黒番と白番と呼ばれる二人のプレイヤーがそれぞれ黒、白の石を使用する。黒番、白番を略して、それぞれ黒、白と呼ぶこともある。 以下の条件で盤上の交点上に石が存在し続ける。複数個の一つの色の石が縦横の5番の線に沿って繋がっているものは石の一段と呼ばれる。縦横の繋がりが重要で斜めは関係ない。繋がっている、囲まれるなどの言葉は縦横に限った話である。石の一段はその周囲の交点すべてに相手の石を置かれると取られる。石の一段は 隣接点で呼吸をしている。隣接点が空点、石が存在しない光点、呼吸点であれば呼吸ができる。隣接点に相手の石があれば呼吸を邪魔される。上下左右四方向とも相手の石に塞がれると窒息してしまい、取られてしまう。もし隣接点に味方の石がある場合は味方の石を通じて呼吸ができ。 石の一段で一つでも、呼吸のできる石があれば、その石の一段全体が呼吸できる。すべての石の縦横が塞がれ、呼吸のできる石が一つもなくなった場合は、その石の一段全体が窒息し、取られてしまう。取った石は浜、または上げ浜と呼ばれる。取られない石は、着手されてから終局まで万丈に存在し続ける。黒と白が交互に一つずつ石を置いていく。 打つ、着手する。黒が先手で、白が後手となる。以下に述べる着手禁止点は除く、盤上のすべての空いている交点に着手してよい。パスも可能。盤上の交点に石を置いた時上下左右に隣接した四つの交点が存在する。石は、この点を使って呼吸をしていると考えることができ、この点を呼吸点と呼ぶ。 呼吸点をすべて相手の石で囲まれると、石は死に浜となる。自分の石を置くとその石が取られる状態になる点は、着手禁止点となる。つまり自殺は禁止。ただし、自殺手によって相手の石が取れる場合は、自殺手は許され、打ち込んだその石自体も取られない。対局者の一方が一つの石、以後一支と少数を取った後、 即座にもう一方の対局者がズコを取れる状態になる場合、この状態をこうと呼ぶ。一方の対局者がこうの一子を取った場合、もう一方の対局者は別の場所に行って打たないと、こうの一子を取り返すことができない。ズコの取り合いを続けていると同じ形が反復され、対局が終わらなくなるためである。なお、この別の場所に打たれる一手のことを、こう在、または、 甲立てと呼ぶ。甲があまりに長くそのつぼねが長手数になると打つ石が五家の中になくなってしまう場合があるが、その時は互いの上げ幅を同じ数交換し補充する。一方のプレイヤーが投了を告げた場合はその時点で終局となり、もう片方のプレイヤーが勝ちになる、中押し勝ちと表記される。また、二人のプレイヤーが連続でパスをすると終局処理に入る。 ネット語でない通常の対局では、パスの代わりに、両対局者の合意によって、終局状態に移行する。言葉で終局を確認したり、うなずきあったりして確認することが多い。逆に、両対局者の合意などの終局状態への移行手続きを形式化した表現が連続パスであると、考えてよい。盤上にある石はつき、死にの二つの状態のどちらかになる。 日本囲碁規約では以下の通り定められている。死活判定は必ずしも簡単ではない。日本囲碁規約築城解説では死活例が多数示されているが、あくまでも基本パターンを示したに過ぎず、ここでも対局者両者の合意が前提となる。赤石,石以外の月石の目落ちという、石石を除去すると、盤上には生きた白石と黒いのみが存在する。 自分の意思と小番の端で囲んだ領域を自分の地と定義する。相手の信頼地は盤上から取り除き、自分の浜に加える。浜を持って相手方の地を埋める。とりわけ、日本ルールでは終局に関するルールがやや煩雑である。そこで、例えば、お互いの合意が成立していないのに終局が成立していると勘違いし、ダメズメに対して必要な着手。 手入れというをせずに石を取られてしまい、終局していたかどうかで争いになってしまうといったトラブルが起きることもある。こういったトラブルはアマチュアだけでなく、プロでも起こり得る。2002年、王立世二冠、規制十段に、龍二君七段が挑戦した第26期規制戦七番勝負、第五局において、終局したと思っていた、君はダメズメの作業に入っていたが、 王立政は、終局とは思っておらず、隆二君の一種六子を取ってしまった。終局していないのなら、隆二君は取られないように手入れすべきで、終局しているなら順序関係なくお互いの地になない、ダメを詰めるだけだったため隆二君は手入れを怠った。これにより、王立政の逆転勝利となり、行為の正当性をめぐり誤解に論争を巻き起こした。この騒動では、 初めてビデオによる裁定が行われた。なお一部で誤解されているが、この事件によって日本語規約が改定されたということはなく、この事件の影響は、プロの間で、終局処理が実際に日本語規約に沿った形で明確に行われるようになったということである。ただし、大名園によると、この事件以降、日本のプロ機械では、終局と思われる場面でも何も言わず、 最後まで交互にダメを詰めるようになったという。地の一点を一目という。地の面積は交点の数で数え、単位は目である。放実する込みが採用されている場合は、それも計算に含める。双方の地の目数を比較して、その多い方を勝ちとする。中国ルールにおいては、地の目数と盤面で生きている石の数の合計の代償で勝敗を決する。このため、 石の場合などに勝敗が変わることがある。麻雀などの他の点数を使うゲームと異なり、囲碁においては、通常目数の差は重要ではない。そのため、複数回対局して、優劣を競う大会などでは、目数差は累積せず、単に勝敗のみを記録して集計する。囲碁は先着する権利のある黒番の方が有利である。そのため、今日の一般的なルールでは、 互角の条件の対局、互い戦ではコミを白番の地に加えて勝敗を決定する。現在の日本での一般的なルールではコミは6目半、6.5目である。1939年本因坊戦で導入された時のコミは4目半であった。しかし4目半では黒番の方が有利であったため、1964年頃から コミは5目半に改められた。それでも、やや黒板の勝率の方が高かったため、2003年頃からコミは6目半に改正され、現在に至る。2002年から2007年にかけて、コミ6目半で行われた日本起院公式記戦での集計では、19702局で、黒板の勝率が50.59%、 白番の勝率が49.41%とほぼ均等であった。実力差がある場合は、下手側の打ち手が黒番を持ち、いくつかの石をあらかじめ打ってから対局を行う、置き後が行われることがある。置き石を置くほどの差がない場合は、込みのない、低先や黒番が込みをもらう、逆込みなどでの対局が行われることもある。以後において、反則負けとなる行為には、 以下のようなものがある。日本囲碁規約では、これらの反則を犯すと、反則負けとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。